堺女子短期大学は、大阪府堺市堺区先行3町1-22、本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された。大学の略称は、堺女、美容生活文化学科だけの女子短期大学。単一学科だが5コースに分かれており、保育士コースも設置されている。百六十五年が泉女子短期大学という、名称で開学したとき、 日本史学系と火星系の2学科を設置していた。1979年に堺女子短期大学に改称し、2006年に日本史学科を廃止した。同科は近畿地方の短期大学では唯一の学科だった。愛と真実の教育、上層豊かな女子教育短大の設置者である学校法事願泉学園の源流は、1921年に 大阪府立堺高等女学校の同窓会、愛泉会によって設立された、堺裁法女学校。なお、この女学校が幾度かの改変、廃校、解消を経て、太平洋戦争後の学生改革により、新生の高等学校となり、現在の校が、オカリベルテ高等学校となっている。学科過去にあった、学科専攻科別化取得資格について、 堺女子短期大学の学園祭は、香里祭と呼ばれ毎年、おおむね11月に行われている。模擬展や、展示ほか、ファッションショーなどが催される。堺女子短期大学同窓会組織がある、美容生活文化学科、美容業界への就職者が多く、サマンサタバサ三サ栄インターナショナル、資生堂厚生マックスファクターロレアルなどの一般企業や、美容室各種ほか、 就職先は多岐にわたっている。費用は年170万円で、他に教材費0円から19万円と保険料等が必要。鉄道バス堺市立図書館にて所蔵あり、詳細は堺市立図書館よりありがとうございます。